はいみなさんこんにちは綾崎レミ役の真央ですはいみなさんこんにちはこの桜田役の近藤玲奈ですみなさんこんにちは柳明奈役赤に役の福山潤ですはいはいということで、はい、ポリミアピースページ8柳くんのオーディオコメンタリーは生徒会女子組と柳くんで、はい <laughs> ありがとうございます。すごい珍しいですね。いや本当ね、俺恐れていたことが来ましたよ。なんでなんでですか。いやだからあのこの堀宮でさ、それヤはそんな毎回毎回出ないじゃないですか。でどっちかっていうとそのあのよくこういう風なもので絡むんだとしたらあのあのトマツとかそれこそ高木く君とかあのだったりするんだけどあのこう なんかこうどうやったらいいんだろうね女性陣に囲まれて話すのが俺の中でずっといつか来る可能性があると思ってどうしようと思って来ちゃいましたよ。 ええでもほら M O O とはさはいはいそれなりになな何度かあるけど近藤さん多分こうやって話すの初めてだもんね初めて話私も緊張してますねはいあの結構あのいろいろなあの人によってあの僕が悪く言われてるんだけどどういうことですか変な人だとか多分ここでのファーストインプレッションにかかってるんで俺は気合い入れてますああなるほどいえいえちゃんとした人だと思われたいからいえいえそうですちゃんとしてる人だと思ってますよかったよかったよかったうまく騙せてる騙せてるってちょっともうね。 はい、ということで、あれ、っていうことは福山さんはオーディオコメンタリーは今回。二回目。二回目。だあの、体育祭の時にやらせていただいて、そうなんです。その時は、あの、女子に挟まれることはなく。そうなんです。あの、本当ね、あの、堀さんと宮村くんと柳くんというね、あの、なんか柳君もちゃんと介護してくれる二人が。 確かに。そうなんですよまた新しい新鮮な感じのそうドコメンタリーで。もうちょっとね俺柳でこう発言するときにいつも気使うえだってほら学園のアイドル的な存在じゃないですかそうですねまあみんな大好きですねでしょで特に堀宮をすごく愛してくださってる方々はコードが多いと思うので多分僕が声をやってるっていうことを作品見て違和感持って あのいない方々のためにも、あんまり喋んな方がいいんじゃないかな。いや、喋ってください。そこで、そこで、寝たし。っていうのはあります。いや、だから、俺、マジで真逆だから。いい、いい、ところでもありますよ。ギャップがあって。はい。寝起き超いいんです。あ、そうなんですね。そう、今回ね、寝起き悪いところが。急に。でますけど。全然違うんですね。じゃ、あもう目覚まし時計とかは、もうパンって起きられる。えっと、ほぼ。 目覚ましが鳴る5分ぐらい前には目が覚める。羨ましい。羨ましい。なんかね。そうなんですね。そうでなんか目覚まし時計はもう何年も使ってなくても携帯のあのアラームぐらいだけど、はい、その目覚まし時計使ってた時は鳴る前にスイッチが入るカチッみたいな音鳴る。あはい。あれで目が覚める。<laughs> え<っ>。だからなるべく鳴る前に止めるっていうのが自分の習慣。おお。 寝つきがいい寝起きがいいっていう健康的ですすぐ寝れるいいですねどこでも寝れるはいということで今回このいわゆる柳界ページ8を見て収録からだいぶ経ってるじゃないですかこんなに柳フィーチャーされてたっけって俺見ながら緊張しまくってた これいつも柳に関してはちゃんとできてるかなっていう心配な気持ちで見てるから <laughs> そうなんです確かにピースになってから結構柳くんに焦点当たる回多いなって思いました今回はもうタイトルですからね。ねいいアフレコの時はそんなにご自身的にはフィーチャーされてるなとはあまり感じずだったんですか,なんか,なんかねあのそフィーチャーされてるなっていうよりもうん、うん、もうあのほぼほぼ収録の最後段階ぐらいで柳のエピソードを取ってたから。あはい 結構あののこれ言っていいのかな収録の順オンエアの順番と収録の順番って全然違うじゃんこれあそうですピースに入っだから俺もうほぼ取り終わってるぐらいにピース作ってるんだよって聞いたからああそうえっみんなみんな収録してんの俺知らなかったみたいな状態で <laughs> <laughs> そうそうああ。ーそう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  いやもうすごいですよね。でも何気に真央さんともこういうキャラでご一緒するのって珍しくない？はいそうですね。なんかはかねげレディばっかり一緒になってたから。でそうかそうですよね。はいもう今回はおせおせですから。はいもうヤナギンって呼んでますからね。俺ずっと敬語だし。あそうなんです。そう。 レミちゃんが柳に対しての時はもうせせ好き好ききっとだって嫌いにならない嫌いにはならない人だから行けっていう思いでずっと。 こういうとことかも気使ってくれて寒いだろうからとか、うん、待ってるからとか動いてくれるじゃないですかこれって柳が好かれてるとかあのいう証なんだろうけど、うん、じゃあなんでこいつこんなに好かれるんだろうって、はい、見た目がいいからとかじゃないはずじゃん絶対、うんうん、多分ね俺柳を演じてて思うのが彼が自分のことを自分から語ることって少なかったなと思って。あそうですか、うん うん人って自分語りが激しい人を嫌う傾向にあるじゃんそうか逆だからなんか安心感があるんじゃないかなあ人尊重するしバランスがいいんですかねだから狙ってないけど人人垂らしのせなんか才能あるんじゃないかなっ語らない分ちょっとミステリアスな知りたいっていう欲とかも出るんですかね出るよねうん いや本当に堀宮の両親だと思ってます。柳でもみんな優しいじゃん。だってそれこそあの桜もさ、なんかすごくいろいろ気遣いながら柳ともねこのピースの前のエピソードでもねあったりとかして、だからなんかねちょっとこの世界は振るたんびに心のデトックスになってます。いやもう本当この世界抜け込みたいと何度思ったことか。いやでも今はこういう友達関係を築いていくことが やっぱ憧れであったりだとかそれこそもしくは目的だったりとかもあると思うんですけど僕らの世代だとこんななんかこうほんわかした友達関係を築くって夢物語だったからそうですよねこんな優しい世界あるんだみたいな気遣ってくれないしこのメールとかでもなんかこういうちょっとした気遣いとかもさなかなかだからできないですよね。だからやっぱり 今令和になって時代も進んでってるじゃないですか、はいはい、人の心の文化レベルは上がってるっていうすごく感じる今の高校生はこんな感じなんですかね世界 いやだとしたらさ俺高校生になりたいよそうなりたいですなりたいたそんな優しい人たちにだったらよくなんか学生とか昔に戻れるならみたいな話とか振られるじゃないですかそうすると自分の学生時代を思い返すから絶対戻りたくないですって言うんですでもこういう世界だったら俺は一度ちょっと生活してみたい私もそうですね今の時代のその 高校生とかの時に戻りたい、うん、戻ってみたいな。うん、い本当。はい、いやなんかどういう会話がするとかどういう友達関係を築くとか、未知数すぎて。はい。 流行ってるももの違いますそれこそね堀宮の中では携帯ですけどもスマホですしいろんなものがう溢れているから多分休憩時間とかの過ごし方も違うでしょうしだって携帯も学生時代持ってる時のだけでもうだってすれ違いはないわけだからななんか円滑にくじゃいだって僕学生時代の時にギリポケベルが出たぐらいでもってそうかそうですね。 だからあのあ<の>いわゆる語呂合わせ的なので、はい、あの電話か折り返せとかなんかちょっとあの最先端な同級生とかは彼女とのやり取りのためにポケベルでお互い愛のメッセージを送ったりとか<ー><ー>みたいなことをやってた世代だから。から戻ると全然 違うだってこれだってガンってぶつけて心配してくれてるじゃん俺らの学生時代だったらもうそのぶつけたことをいじってるもんみんなそれでも盛り上がるうそ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 うこうやってみんな電話かけてくれたりメールくれたりねえっちなみに朝強い派です朝ははいい私弱弱 <え>じゃあ「運営」を答える前に俺の偏見って超弱そう <laughs> <laughs>